雨降ってるので場所を変えて8回風動画撮ってみた。おざっす。雨降ってますね。台風来てて、めっちゃ雨降ってて、いつもは、雨降っててもね、傘立てて、ブロックでバーン挟んで、撮影開始するんですけど、今日は、この傘立てても、風が強くて倒れちゃうんですよね、傘が。だから、どうしようかなと、いろいろ悩んだ結果、ここで撮影することにしました。ここ、あれです。うちの駐車場。駐車場あるんですけど、この、あれがあるんですよ。屋根が。屋根があって、外で、なんとかここなら撮れるんじゃないかなと思って、ここに移動してきました。はい。なので、今日はここで撮影していこうかなと思います。ちなみに、後ろに見える畑は、うちの畑じゃないです。はい。別の人の家の畑。これもね、うちの畑だったら最高だったんですけど、ね、はい。じゃあ今日は、蜂届いたので、これの開封やっていきたいなと思います。はい。お、ほら。全部開けちゃった。上も下も全部開けちゃった。はいはいはい、開けていきます。じゃじゃーんと。鉢1個のために60サイズの梱包してるってすごいですね。はい、これ届きました。じゃじゃん。高い鉢じゃないです。安い鉢なんですけど、個人的にはこの作家さんの鉢を買うのは初めて。国雅子さん。間違ったらすいません。国雅子さんの鉢、じゃーんと。こんな感じの鉢となっております。で、なんかこうなってて、そこはこう。すごいね。最近自分で鉢を作ってるんですけど、実際自分でやってみて、この人が作った鉢の良さが分かるというか、どんな感じ、どういう流れで作ったのかっていうのがすごい気になって、まじまじと見る機会があるんですけど、面白いですね、人が作った鉢。国雅子さんの鉢、これはね、曜変が楽しい鉢ですね。こんな感じ。なかなかスッキリしてて、丸鉢で、足がね、足元にちょっと小細工がされてる鉢でございます。丸鉢なんですけど、このすり鉢状に底の方が狭くなってて、で、そこに1本ラインが入ってからの足元にちょっとしたお遊びが入ってるっていう感じですね。足を作るためのくり抜き方にちょっとした遊びが入ってるっていう感じ。めちゃくちゃこの、なんて言うんだろう、精巧に作られてるっていうか、この手作業で掘ってるのか、自分の手でこう掘ってるのか、それとも型でくり抜いてるのかちょっとわかんないんですけど、めちゃくちゃ綺麗に削られてますね、足。自分でやるとね、こんな綺麗にいかないんですよね。土の硬さの問題なのか、水分量の問題なのか、この削るタイミング的な話、このあまり乾きすぎててもダメだし、あまり濡れすぎててもダメだし、絶妙なタイミングで削らないと、あまり綺麗に削れないんですよね。この足元をこうくり抜こうと思っても。すげえ面白いなと思います。はい。いい鉢ゲットできた。安かったですよ。
e 盆栽のヤフーショッピング店で購入させていただいたんですけれども、1680円とかそれくらいの値段だったと思います。めちゃくちゃ安かったけど、個人的には出来はすごい好きなので買ってみました。はい、でこれだけじゃ面白くないんで、せっかくだから何か入れてみようかな。時間も余るしね、ちょっとなんか適当に刺しとこから抜いて何か入れてこようかなと思います。なので少々お待ちください。入れてきた。はい、じゃじゃーんと織姫もみじの挿し木素材入れてきました。今年刺した織姫もみじですね、入れてきました。あと北海道で拾ってきた苔、こんな感じ。はい、まだね、織姫もみじ自体は素材というか、もう挿し木、今年細い枝を挿し木して、そこからやっと根っこ出てきたっていうだけなんで、まあまあ全然大したことないんですけど、下に苔植えることによって、なんかこの新芽感、その新芽の情景が出てくるのかなといった感じ。ちょっと見づらいと思うんで、こっち映像を出しておきますね。こんな感じです。はい、織姫もみじの素材を国政小鉢に入れておきました。呼び方間違ってた、すいません。はい、青ってやっぱ何でも合いますね。いい感じ。これが紅葉しても綺麗だろうし、紅葉してないこの緑の状態でも綺麗だろうし、もっともっと太くなって枝がバーってほぐれてきた時の、あの感じ姿、白い幹の姿でも似合うだろうし、かなり万能な鉢なんじゃないかなという印象ですね。かなりいい、個人的にはお気に入りですね。値段じゃないんですよね、なんか、ね、今回はね、たまたま安く出品されてたので安く手に入れることができました。ラッキーという感じですね。はい、すごいいい鉢だと思います。皆さんも e 盆栽、覗いてみてはいかがでしょうか。いや、僕が知ってるのはヤフーショッピング店と、あと普通のネットショップ、はい、こんな感じでいい感じの鉢ゲットすることができて満足しております。そして今日は雨降って風強いんで、もうこれ以上の撮影は無理です。はい、限界なので、この辺で締めさせていただこうかなと思います。盆栽大丈夫かな。台風対策何もしてないんですけど、まあ雨が強いだけで風はそこまで強くないんじゃないかっていう気持ちで、今回も台風対策なしで行ってみようかなと思います。ではそんな感じで本日の作業は以上でございます。皆さん盆栽楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。